マルセロ・シルバラモス・マルセロ・ダ・シウバラモスは、ブラジル・バイア州・サルバドール出身の元サッカー選手。ポジションは FW。通称はブラジルでは、マルセロ・ラモス、オランダと日本では、マルセロ。マルセロ・シルバラモスは、J リーグ入団時に公表した名前である、ため本表題でもそれに従う。7歳からサッカーを始め、1986年13歳の時に、 EC バイアーアカデミーに合格し、1989年16歳の頃には、バイアユーマイナス20でプレーしていた。1991年にトップチームに昇格すると、翌1992年に本格的にデビュー。1993年には、先発メンバーに抜擢され、サポーターのアイドルとなった。1993年1994年の、 カンピオナートバヤーの制覇に貢献した。1995年、移籍したロナウドの代わりの FW を探していたクルゼーロ EC に移籍する。同年のカンピオナートブラジレーロでチーム特典王フレチャー・スールと愛称で呼ばれた。1996年カンピオナートミネーロ及びコパとブラジル制覇に貢献した。また、1995年には ブラジル代表として、国際 A マッチ1試合出場している。1996年、またも、ロナウドの後釜として PSV、アイント方編に移籍するも、ロナウドの代わりとしては十分な活躍ではなく1、シーズンで対談する。1997年、コパリベルタドーレス制覇の切り札として、フルスクルゼーロが獲得を熱望したことから戻ると、 リベルタドーレスをはじめカンピオナートミネイロやレコパ、スダメリカーナ制覇に貢献した。1997年トヨタカップ対ボルシアドルトムントセブにも途中交代で出場している。2000年、新天地でサッカーをしたいと遺跡を志願し、SE、パルメーラスへレンタルで入団したが、ルイス・フェリペス・コラーリ監督と良好な関係を築けず、ベンチが続いた。そこで、同年、 サンドロヒロシ事件発生のためチーム編成が困難となっていたサンパウロ FC へレンタル移籍しレギュラーに定着する。2001年8月引退を表明したドラガンストイコビッチの代わりとして名古屋グランパスエイトに入団する。翌2002年ズデンコ・ベルデニックが新監督に就任。ベルデニックはビビツバ・スティッチをチームの軸としたため構想外となり、 同年5月に退団する。2002年、バンデルレール・シェンブルゴ監督の元参冠を目指して補強していたフルスクルゼーロに戻る。そこへ、2003年5月当時、J2 で昇格争いをしていたサンフレッチェ広島から、オファーが届き入団し、J1 昇格に貢献したが、最も期待された得点は思ったより伸びなかったことも、あり、1年で構想外になる。2004年、 コリンチャンスへ移籍するも、試合中の骨折により復帰に5ヶ月間かかり、得点も奪えないことから、メディアからバッシングを受け、退団を決意する。2005年、マルセロが若年期を過ごした、バインヤのライバルチームである EC、ビトーリアへ移籍するも、半年を待たずに退団し、その後は2ヶ月間フリーだった。同2005年、コロンビアリーグのアトレティコナシオナルに移籍する。 コパリベルタドーレス2006にも出場している。2007年母国ブラジルへ戻りクラブを転々とした。年齢によるコンディション低下のため満足にプレーできる状況ではなくなっていた。2012年末をもって現役引退した。今後は指導者への道を進む予定となっている。ありがとうございます。